こんにちは。筋力トレーニングですか。私、サラリーマンの時にね、ものすごくいいことを一番最初に教わったんですよ。それはですね、作業をしているのか、仕事をしているのかっていうふうなことをよく問われたんですよね。で、私たちはサラリーマンをしながら、いろんな作業をしますよね。で、作業からはお金が生まれてないんだよってことを教えられたんですよ。だから、お金を生み出すのは常に仕事だと。で、仕事を細分化すると最終的には作業が残るから、その作業を誰にさせようかなっていうふうに割り振るのが仕事だよっていうふうに言われましたよね。要するに人に作業をつけるのか、作業に人をつけるのか、これも見方を変えると全然全く意味が違ってくるんですけども、その違いっていうのは多くの方がよく理解してません。人に作業をつけるのか、作業に人をつけるのか、これは人事的な工数的にもね、人件費的にもかなりの大きな意味を占めるんで、こういった言葉のあや一つ一つを明確にしていくことがまた仕事であり、それを正確に人に伝えることが教育だっていうふうに言われましたね。そしてサラリーマン暮らしをしていても全く違う人が育つっていうふうにも言われました。それはですね、サラリーマンをしていて40代50代になって、その会社をクビになったらもうね、転職先がないみたいにギリギリの暮らしをしている人がいるんですよ。こういうのをお荷物社員というらしいです。もっと言えば有害社員というらしいですね。で、本来なら40代50代になってきたらもうね、どこの会社からも引っ張りだこでヘッドハンティングされまくりで、その能力をうちにつけ使ってくださいみたいな、そんな人生を送っていかないといけないと。でもそれをするためには、そういう風になるためには仕事をしていかなくちゃいけませんよって言われたんですよ。単なる作業を言われたままに、ノルマのままにずっとこなしていくだけだと、40になっても50になっても会社のお荷物有害社員になって、早くいなくなってくんないかなっていう風に会社から思われてしまうし、部下からは全く目標にされないというね、そういうふうな人生が構築されるそうです。もちろんね、高度経済成長の伸び盛りの時にはそういった人もいてもよかったでしょう。これはですね、木村家の人々っていうね、映画を見ていただくとよくわかるんですけどね。木村家の人々、加賀武さんが主役をやってます。主人公をやってますね。まあ、それでね、私が思ったのは、そうだなと、仕事をしないといけないなと。だから全ての作業をするときに、これは仕事になる作業なのか、作業のまま終わっていく作業なのかということを感じました。作業のままって終わっていく作業っていうのは、いずれ時給の安い人、アルバイトやパートさんがやって、そして最終的にはテクノロジー、機械が得るようになると、まあ、ですんでね、こうパック巻く仕事ってあったんですよ。私の時代にはパックこうね、商品ができたらそれにラップを巻いて、下閉じて、あったかいところにポンと当ててね、で固定するみたいな、でラベルをつけて、はいっていう風に売り場に並べる仕事があったんですけども、それでオートパッカーっていうのがね、500万か600万で販売されていて、オートパッカーの使い方を覚えると値段も貼ってくれるし、トレーに合わせたパックも詰めてくれるしみたいな感じで、ものすごく作業が早いんですよ。オートパッカーに商品を通せば自動的にパックして値付けしてくれて、賞味期限も入れてくれて、バッカンバッカンバッカンっていう風にね、パートさん1人を雇うよりもこの5人分ぐらいの作業になるわけなんですよ。ですんで、全ての店舗でこれは導入されるだろうなと思ったところ、私はパックを巻く作業を早くするんじゃなくて、オートパッカーのオペレーションを早く覚えないといけないなっていうふうに考えが変わりました。これがだから仕事をしていくってことになるんですよ。で、当時パックを巻くのは早いね、パック巻き競争ってあったんですよ。早い人の方が生産性が高いから給料が上がっていくみたいなことがあったんですけども、全員クビになりましたね、そういう人はね。パックを巻く仕事の人今いないでしょ。スーパーでパックを巻く仕事の人って、もちろん商品の生産量が少ない店舗とかだったら、5とか10個だったらオートパッカー入れる方が生産性が悪いんで人手で巻くってことになりますけども、1日に数万点を販売するようなね、そういうふうなスーパーとかショッピングセンターになってくると、もう完全にこれはね、オートメーション、機械ですよ。だから機械の使い方を覚えないと、機械が壊れた時にメンテナンスをできる人間にならないと、もういらないよってことになりますんで、私たちはテックっていう会社がありますけどね、テック、そのテックの社員さんにくっついて、まずは講習を受けるってことを通り抜けて、一定の暗記と操作レベルを覚えないと仕事にならないかなってところで、50代60代のパートさんでも覚えてますね、もうね。で、こういう機械って苦手なんだよって人は採用されないんですよ、最初から。だから機械を覚えなくてもいい仕事にすごく人が流れていって、そこは給料が安いってことになっちゃいますんで、やっぱりね、時代に合わせたテクノロジーを獲得していくことが筋力トレーニングになるんではないかなと思います。確かにね、苦しいと思いますけどもね、私も人生の半ばで、つい最近ですよ、10年前はインターネットとかもう私なかったですからね。10年前、そんな世界私には、私麻雀があるだけだったですから、超アナログ、ね、でもそこから抜け出してテクノロジーに自分の身を委ねたところ、今みたいになったってことです。ですから麻雀の得意な人は未だに
寂しい暮らしだと思いますよ、私から見るとね。はい、じゃあ行ってらっしゃい。